かわいすぎます。米倉涼子頂点女優喉、アップラッパビールの破壊力余裕の曲またぎ宣伝力の凄さ。7月24日夜10時放送のバラエティ番組、世界超グルメ日本テレビ系に女優の米倉涼子48が出演する。世界超グルメは、世界未開グルメを大創作する、原市と佐藤しおり33。 が MC を務めるバラエティ番組。ヨネクラは仲の良いのろかよ、40と2人でメキシコへ飛び、爆食。爆飲み。踊りまくりのメキシコ旅をお届けするということだ。X、旧ツイッターで18日に公開せた予告では、ドアップのアングルでヨネクラが、めっちゃうまいと食事を楽しんだり、瓶ビ,ビールをラッパ飲みする豪快な姿。 楽しそうにダンスを踊る様子など、一流俳優が普段あまり見せない姿を披露しており、話題となりそうだ。米倉は同日に自身のインスタグラムでも告知しているが、本人曰く、初めての食レポロケットのこと。米さん美人で大女優なのに、飾らない人柄も、ノリの良さも、食べっぷりも飲みっぷりも男前で、最高、久しぶりにテレビに出てくれて嬉しいです。 録画もしました。絶対見ます。飲んで踊ってテンション高いヨネさんとノロちゃん可愛すぎました楽しみにしてます。などなど、期待の声が多く寄せられており、話題沸騰となっている。出演しているドラマを盛り上げるために、俳優が同じ曲のバラエティ番組に出演する。それはよくある話ですが、今回の場合はちょっと違いますよね。 米倉さんは今、話題作に出演していますが、それは日本テレビの作品ではありませんから、ワイドショー関係者。今回の世界長グルメンでペアを組んでいる米倉とノロは、2023年3月に配信された米倉の主演ドラマ、エンジェルフライト国際霊宮し a m アマゾンプライムビデオ、全6話で共演。 同作は今年6月9日から7月14日にかけて NHK プレミアム、4K と NHKBS、プレミアムドラマ枠でも放送されたばかりで、両者の共演を見てエンジェルフライトが思い浮かべる視聴者も多いのではないだろうか。また、米倉といえば7シーズンまで放送された国民的ドラマ、ドクター X 下界大門未知を<お>テレビ朝日系。 の劇場版公開が12月6日に控えている。8月27.24日には公開を祝したファンミーティング、ドクター X 感謝祭も東京 EX シアター六本木で開催される。曲が違うので露骨に宣伝はしないし、できないでしょうが、ノロさんとのセットはエンジェルフライトの PR にもなるでしょう。そして何より今、米倉さんがバラエティ番組に出たら、 多くの視聴者が公開を控えているテレ朝コンテンツの劇場版ドクター X を思い浮かべるのではないでしょうか。日テレからすると他局コンテンツを意識させるようなことになりデメリットもあると思われますが、米倉さんなら問題ないと。局としては微妙かもしれませんが番組としては米倉さんが出てくれれば万々歳ですからね。全室のワイドショー関係者。 ベイクラはドラマの出演量が俳優界でトップとも言われている。芸能界の頂点に君臨している女優だ。世界超グルメは今年4月17日からレギュラー放送を開始したばかりの番組。真裏ではダウンタウンの人気番組、水曜日のダウンタウン TBS 系も放送されていますし、これから頑張ってファンを獲得していかなければいけない。 そんな始まったばかりの番組に大女優のヨネクさんが出演するとなれば、間違いなく番組のイメージも良くなる。また当然、視聴率も期待できますよね。しかも、今回が初めての食レポロケだとインスタに綴っているようにバラエティ番組に出るだけでも、珍しいのにメキシコロケにまで行ってくれる、結果的に多局の作品の宣伝につながったとしても、 番組サイドからしてみれば、奇跡的キャスティングといえ、大変にありがたい話ということでしょうね。全道米草ソは、メキシコの地でも失敗しない姿を見せてくれるだろうか。現地グルメを食べたり、ビールをラッパ飲みしたり、ダンスを踊ったり。辛いものを食べたのか舌を突き出した強烈な変顔まで見せているヨネクラ。動画の前半15秒まで。 米さんかわいすぎます。最高です。楽しみにしてます。といった声が多く寄せられている。なお、24日放送会は米倉かけるノロのメキシコロケだけではなく、エ、えーエカヒロ、39とオアシズを置ボカヨコ、53の主号コンビによる韓国ロケ、週末飲んだくれたビーもお届け。日本立てになっている。